あとあれですね、面白かったのはあやねるが発表して初めて会った時に「ふえ!」って言ってて 誰かのものになってしまった。でも、みんなのものだと思っていたけど、そうですよね、花ちゃんが幸せならいいですって。っていう、リアクションはい、を。リアクションをしていただきました。 ありがたいです。というわけで、なんかお便りもちょっと読ませていただきますね。じゃあ次、ひとかなネーム戦艦さんからいただきました。ありがとうございます。かなさん、もふ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 、ご結婚おめでとうございます。ニュースをきっかけに久しぶりにラジオ配置を投稿いたしました。こんなことがあるんですね。嬉しいですね。私事ですが、4年前に就職いたしまして、忙しさでラジオを聞く習慣がいつの間にかなくなっておりました。そうよね、なかなか自分で時間見つけないとラジオ聞けないですよね。久方ぶりにアニメや吹き替え以外のカナさんの声を聞き、懐かしさと祝福の思いが込み上がり、いつの間にか涙ぐんでおります。本当におめでとうございます。お祝いの気持ちとともに、自分もいつの間にか20代後半に差し掛かり、結婚や将来について考えるようになりました。実は半年ほど前に彼女ができて幸せ到来のはずだったんですが、遠方に住んでいることもあり、コロナの影響で3ヶ月ほど会えず、ああ、そうだったんだ。長く LINE だけでやり取りしていました。今は会えるようになりましたが、まだ少し気持ち的にも距離がある感じです。かなさんが賢秀くんと、将来を考えるようになったきっかけとかはありますか？ あれ、私これ選んだ、そうだよね、私が選んだんだよね。それ選んでますよ。私自分で選んだ。自分で選んで、あれって思って、さ、これお祝いメールだったよねと思って、ああ、びっくりした。なんか、すごい顔が赤くなってきた。何がちょっとびっ、最後のお質問です か？そうそうそう、最後の質問、こんなのあったっけと思って。考えるようになったきっかけ。そうですね、なんかね、ところどころにね、ああ、私、大事にされてるなっていう瞬間があった。ああ、恥ずかしい、やめだ、やめだ。 こんなおのろけラジオ、誰が聞きたいんだ、クソ。 やめだ、やめだ。もう終わりではい、終わりです。 ああ、もうやだ、こういうのはね、慣れないですね、なんか。いや、でもね、あると思いますよ、今後もそういうのね。ありますか？その度に正直に答えなきゃいけないんですか？ その時に嘘をつく企画とかやります？ ああ、いい。なんか複雑なコーナーになりそうなんで、やめましょうね。やめます。はい。はい。